じゃあエントリーしてからエグジットまでの時間が短いので、ポジションを持ってる時間がリスクになる。ピコロットを大きめにして、時間を短くする。うーん、1回目につけたヒゲでもうここで損切り置いてるじゃないですか。はい、こっちじゃなくてこっちだったんですか。そうですね、1日まあ10回とかは絶対取引するわけですよ、うん、1銭節約できるだけでも月間で220ピップ変わるんですよ、うん、1銭変わるだけで年間収支が劇的に変わるので、うんね、損切り置いてストップ置いてとか利益確定置いてなんか絶対置かなきゃいけないみたいなことを言う人が大半ですけれど、うんうん、僕は全然そっち派じゃないです、うん、皆さんこんにちは、シェイクサール投資チャンネルへようこそ。ゆかてぃんです。小山です。今回のテーマはトレードスタイル別資金管理術、スキャル、デイ、スイングの3パターンをお届けしていきたいと思います。FX って分析方法とかトレード手法に結構目が行きがちになるんですけども、はい、継続的に勝つために一番大事なものは何て言ってもやっぱ資金管理ですよね。そうですね、はい、で資金管理って言ってもトレードスタイルによって人それぞれ異なってくるんですけれども、ご自身のトレードスタイルに近い方の資金管理をぜひ参考になりますように、今回スキャルピングトレーダーのひろしさんとデイトレーダーの小山さんと、はい、スイングトレーダーのひろぴーさんの具体的な方法を紹介していきたいと思います。各トレードスタイルのプロが揃っているのがシークサル投資チャンネルの強みです。資金管理方法を比較してみてご自身に合うトレードスタイルを改めて考える機会になるかもしれません。利益を出し続けているトレーダーが身につけている長年相場で生き残る方法をご覧ください。では目次に参ります、はい、今回の企画の概要とスキャルパーひろしの資金管理術、デイトレーダー小山の資金管理術、そしてスイングトレーダーひろぴの資金管理術という順番でお送りしていきたいと思います、はいはい。まあ、今回テーマが資金管理ということなんですけれども、うん、今までゲストでお越しいただいたいろんな方もいろんな手法あるけど手法は何でもいい、何でもいいってよく言ってましたよね。あ、はい、でも結局手法はもう何百通り何千通りあると思うんですけど、うんうん、資金管理のベースって人によってもそんなに大差ないと思うんですよね。うん、例えばまあ勝率はね、あの 10% でもいいとかいろいろあると思うんですけど、うん、でもいや損切りはね、僕 40% マイナスまで OK って言ってる人ほぼいないと思うんですよ。そうですね、最低まあ 1-2% ぐらいだと思うんですよね。そういう意味でもやっぱ相場で長年生き残るためには手法よりも資金管理、うん、そして手法は千差万別あっても資金管理はまあ大差ない、共通している部分が多いということで、まあもしかしたら、ね、資金管理つまらないかもしれないですけれども、利益を出し続けるためにはまあ避けて通れないテーマなので、普段資金管理をおろそかにしちゃってるなと思う方はあのぜひ最後まで見ていただければと思います。ちなみに僕は FX を始めて3年間で350万損して気づいたのは手法よりも資金管理だなっていうことでした。そんな動画も出しているので、そちらもよろしければ見てください、はいはい、では早速いきますか。はい、では早速資金管理術、まず最初はひろしさんの資金管理術をお伺いしたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ひろしさんといえば FX 歴が14年も経っていて、はい、スキャルピングで資産を気づいたと。あ、過去ひろしさんの動画といえばスキャルピングの手法動画がかなり再生数もあって、はい、かなり人気なんですけれども、はい、まあ、そんなひろしさんの資金管理術をお伺いしたいと思います。はい、リスクリワードと勝率と適切なレバレッジを今一覧にしておりまして、リスクリワードと勝率に関しては、まあ、これぐらいを目標にしたいなっていう目標があるじゃないですか、はい、それに対して今現実はどれくらいなのかっていうのを一応比較できるように2つ書かせていただいておりまして、ひろしさんのリスクリワード目標が1:10、はい、1ピップマイナスの10ピッププラスぐらいですか。はい、まあ、目標はそれですけど、はい、まあ、目標通りには、はい、まあ、いかないということで、うんうんうん、はい、勝率ももう全部勝ちたいということで目標は 100% なるほど、はい、で現実が1:1.2、はい、これだいたいピップ数で言うと何対何歩ぐらいなんですか。ピップ数で言うと、うん、取れてる平均の負ける時がだいたい5ピップから10ピップ、うんうんうん、実際取れるのが、うん、まあ、2-3ピップうんっていうところで、まあ、その分勝率が高いので、うん、結果的に1:1.2ぐらいになってるかなって感じですか。そうですね、うん、リスクリワードはあんまり考えてないですね。あ、そうなんですね。なるほど、はい、まあ、コツコツ利益を積み上げていくのみ、積み上げていく、うんうんうん、
まあ、その分勝率が目標 100% とはいえ現実70から80ぐらいってことなんでかなり高いですよね。あ、そうですね、うん、はい。まあ、勝率高くないと小さいピップ数で勝てないというか、まあ、資産が増えない。なるほど、うん、はい。そしてレバレッジはだいたい1トレードで10倍ぐらい。そうですね、法人口座でやってるんですけど、だいたい3ポジション持って30倍とかになるぐらいの。はいはいはい、はい、あ、じゃあこれ個人口座になるとまたちょっと変わってきますか。あ、そうですね、個人口座 だと変わりますね。まあ半分ぐらいなんで、まあ、5倍ぐらい。5倍ぐらいと思います、うんうんうん、はい。いや結構、まあ、そこまで入ればっていうわけでもなくって割と堅実的なトレードをコツコツ積み上げていくっていうような感じですかね。あ、でもスキャルピングの場合はかなり入ればになると思います。あ、本当ですか、うん、で国内だと、うん、まあ、個人だと25倍までじゃないですか、うん、そうですね。で5倍で、まあ、3ポジション持ったら15倍になるので。ああ、そっかそっか、うん、1回1トレード出口ってよりかは難品したりするからっていうのもありますか、うん、そうですね、難品するので、うん、まあ、最大、まあ、個人口座だと15倍ぐらいにはなるぐらいになるので、うんうん、なるほど、はいはい、割と入ればになるかなと思います、うんうん、はい、はい、では続きまして、全トレード、まあ、スキャルピングでトレードする全てのトレードにおいて共通するストップを置く基準っていうものをお伺いしたいんですけれども、うん、はい、これはどれくらいにされてますか。まあ、逆差しを、まあ、あの注文時にも入るように設定をしてて、うん、でドル円だったら、まあ、5ピップで逆差しを置いてますね、うんうん、はい、ただあのスプレッドを開いたりするときあるじゃないですか、はい、ありますね。でそういうときは、まあ、5ピップだとこうすぐに逆差し引っかかっちゃったりするような、うん、あのボラのある時はちょっと広げたりとか、はい、その辺は調整したりしてますね。そこで、まあ、無駄に駆られないように勝率を上げるって意味でも少し広めに置いておくってことですね、はい、うんうんうん、なるほど。じゃあちょっと実際にチャートで見ていくんですけれども、はい、もうそもそも一番最初にも5ピップっていうふうに決まってるじゃないですか、うん、じゃあ自分の根拠に合ったエントリーポイントでトレードするときに毎回5ピップをマイナスで置くようにしているって感じですか、ね、あ、そうですね、まあ、あの何かあったときに自動で、うん、まあ、カット、急激にこう動いたときに10ピップ、はい、20ピップやられないように置いてあるって感じで、はい、実際に そこまで損切り待って持つわけではなくて。あ、なるほど、うん、じゃあ手動できる子の方が多い。手動できるのが基本で、はい、まあ、急騰急落何が起こるかわからないので、まあ、それであの入れてるって感じですね。あ、じゃあ逆に言うとそれ以上含み益を持たないようにしているってことですね、うん、それ以上持たないように、うん、そこで実際に、はい、まあ、手動でもう1ピップとか2ピップで、うん、あの切るときは切る。なるほど。じゃあその1ピップ2ピップで切るっていうことだったんですけど、うん、どういう基準で決めてるんですか。ここで切ろう、まずそのエントリーした時に、うん、そのエントリーしたかった、レートで入れたかどうか、うん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 、ああ、なるほど。押した瞬間にこうずれたりするじゃないですか。よく言いますよね、ずれるって、うん、そう、ここでその入りたかったのに、うん、その1ピップずれて入っちゃった時とかは、はい、もうあのエントリーが間違ってるので、うん、もう縦値で決済したりとか、あ、すぐ切ったりとか、まあ、早めに撤退できるようにってことですね、うん、ずれるって大体どれぐらいずれるんですか。 0. いくらとかのレベルですか。あ、そうですね、 0.5 ピップスとか。あ、結構1ピップス2ピップスを取りに行ってる時に、はい、結構もうそっか、それだけずれるともう致命傷なので。確かに。あ、じゃあかなり緻密ですね。大体そういったパターンが多いですか。じゃあ1回切るっていうのは、1回切るってのは、そうですね、あとは、うん、まあ、思った通りに動かなかった時、うん、予想してエントリーするじゃないですか、うん、はい、で予想と、まあ、違う方向に行ったりとか動かなかったりとかっていう時はもう5ピップまで待たずに、待たずに1回切ってまた次のチャンスを、はい、なるほど。ちょっとじゃあここ2個トレードの事例を入れますか。まずちょっとずれたパターンは、まあ、レートパネル見て、うん、自分がエントリーしたいところと 0.5 銭ですね、0.5 ピップ、0.5 ピップぐらい乖離してしまった場合は、うん、もうエントリー失敗してしまってるので、もう縦値付近で決済してしまうのがまず1つ目のパターンと、うん、2つ目が、思った通りの動きをしなかった時に決済するっていうパターンですよね、うん、はい、うん、ちょっとひろしさんの手法をどういった時にエントリーするのかっていうのをちょっと知らない方のために、一応どういう時にエントリーするのかっていうのを一つの例として
教えていただけますか。はい、で実際使ってるのが、ボリンジャーバンドとあと RSI、うん、RSI これが期間が14日はい、RSI の14、はいはい、でボリンジャーバンドは1シグマと2シグマを主に見ていて、うん、まあ、2シグマタッチは逆張りで使ってます、うんうん、はい、あと1シグマ2シグマの間のバンドウォークのを、まあ、順張りと逆張りで両方やったりとか、うん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 、やってます。今度 RSI が、はい、で RSI は、はい、まあ、あの逆張りで使うので、うん、30タッチで買いで70タッチで売り、はい、でそこの RSI とボリンジャーバンドのこうエントリー根拠が重なったところは、うんうん、重なったところは、まあ、あのどっちか重なってたりするとエントリーすることもあるんですけど、あ、そうですね、まあ、両方重ねてた方がより精度が高いという感じで考えてます。じゃあちなみに、まあ、どういうところでエントリーしたいなっていうのは、うん、今のこのチャート見てどのあたりとかありますか。まあ、単純に、まあ、この RSI 見て、うん、ちょうど30と70にかかったところで逆張りを、していけばいいのかなっていうふうに、はい、思ってるので、はい、ちょうどエントリーするのが、うん、この、RSI 30タッチの、まあ、このあたりですね、うんうんうん、そこが買いポイント、はい、ちょうどあと2シグマボリンジャーバンドの2シグマもバンドウォークしていて、はい、ちょっと抜けたところですかね。抜けたところで、まあ、RSI が30タッチしたので、うん、ここでエントリーする、はい、まあ、かつあれですよね、レートパネルも見て、うん、根が下に飛んだ時とかに飛んだ瞬間に入れると、まあ、なおいいかなっていうところで、うんうんうん、はい、これが成功パターンですよね、はい、で特に損切り位置も損切りはまあ5ピップ多分引っかからなずに、うんうん、割り食えてる、ね、そうですね、はいはい、まあ、これが普段の、まあ、よくするエントリーパターンですよね、うん、はい、じゃあちょっとこのチャートの中でこれ損切りするパターンだなっていうのがもしあれば、多分、ここ、うん、ここで、はい、ショートエントリーをしたとするじゃないですか、うんうん、はい、でRSI が70つけてるから、ね、70つけてエントリーをして、はい、で、まあ、ここでもしリグイができてれば、うん、まあ、これは成功なんですけど、はい、ここでリグイなかったら多分この上げでも損切りになってますね。うん、その場合はどこで損切り、手動で損切りします。これは、このヒゲが取れなかったら、うん、取れなかったら縦根か、まあ、ちょっと上ぐらいで、うんうん、あ、じゃあ次のチャンス待たずにもうそこで切ってしまうんですね。か、まあ、瞬間的にもうこの2シグマタッチ、はい、ここではもう確実に切れてますね、はい、うーん、3ピップぐらい、3ピップぐらい、あ、レートがこの1分足のこのどこでエントリーできてるかによるんですけど、はい、うん、まあ、そんな大きな傷もまあ、ここまで持ったりとかしないので、はい、うん、まあ、最大で5ピップ、うん、まあ、大体手動で切っちゃうので3ピップぐらいで多分切れると思います、うんうんうん、ほっとけば、まあ、自動で5ピップで刈られてる、あとは手動で決済できてるかどうか、うんうんうん、上がってなんかこの間で動いちゃうのが嫌なんですよね、うん、この1シグマと2シグマの間で結構こう動いていく気が結構あるんで、はい、うん、できるだけまあこの1シグマのこの辺で切りたいなっていう風に、うん、なんかそこ1回 RSI が75下回ってまた再度上がってきてるじゃないですか、うん、上がってきてる、うん、これでまたこれ、うん、これで、うん、もう確実に、まあ、これがダメですね。ここから上がって、はい、あ、そっから下がるパターンはないんですね。下がるパターンが下がってくればいいんですけど、はい、ここから上がっちゃってるので、うんうん、そう、これはね、持ってたら損切りですね。で下根を切り上げてる、うん、あ、レートパネルを見てると、はい、その安値を明らかにこう切り上げて、うん、前回のこう動きながらじり上げしてるってこと？じり上げしてる、その前回の安値まで来ない時は、うん、もう勢いが強いっていう判断をするってことですか？これがトレンドが思ってたのと違うかったパターンですよね。じゃあでこれが、うん、合ってない相場の時は、はい、もう2回3回連続して損切りになるので、
それは5ピップの損切りが 2,3 回とですか？5ピップの損切りも、もうそうですね、2回3回連続で起こるときは、うん、その相場が合ってないので、うんうん、そういうときはやらないとか。あ、やらないんですね。3回連続でかかったら損切り広げるっていうことはしないんですか？損切り、うん、基本的にこれでだいたいうまくいってる時が多いので、うんうん、うまくいかない時もあるので、うん、まあ、うまくいかない時は、やらない方が、多分何回も損切りもっと傷が深くなってしまう。あ、はいはいはい、なるほど。あ、じゃあこの8ピップス、ボラに合わせて8ピップスにするっていうのは、うん、これは結構、レンジで入るけども大きいレンジの時とかで、あとは急にこう値動きが激しく一瞬で10ピップスとか動く相場の時、うん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 、あ、なるほど。1分で10ピップス簡単に動いちゃう時とかあるじゃないですか、うん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 、そういう時は、まあ、5ピップじゃなくて8ピップにしたりとか。うん、じゃあベースは5ピップなんですね。ベースは5ピップであんまり、まあ、動かない時の、まあ、レンジとかを取っていく、うんうん、うん、やり方でやってますね。であとこれ、うん、あ、言ってなかったんですけど、これは、ドル円に関しては5ピップから8ピップですね、うん、これポンドだとこちらですね、うん、また値動きがドル円より全然激しいじゃないですか、はい、なのでもうでスプレッドも広いじゃないですか。広いですね。なので5ピップだともう本当にあっという間になくなっちゃう、うん、損切りにかかってしまうので、はい、はい、通貨によって、まあ、買えないとダメですね。ちなみにドル以外に取引する通貨って何があるんですか？あんまりやらないんですけど、まあ、ユーロドルとか、うん、まあ、ユーロ円をたまにやったりとか、うん、ユーロドルだったら何ピップぐらいなんですか、いつも？ユーロドルも割と狭めで、でもまあ設定は5ピップですね。あ、ユーロドルも5ピップぐらいでいけるんですね、大体、うんうん、そうですね。スプレッドドル円とそんな変わんないんで 0.3 ポイントなんで、うんうん、はいはいはい、うん、じゃあスプレッドも加味していかないといけないってことですね、うん、そこも、うん、そうですね、ボラティリティと、ポンド円とかだとドル円の4倍とか、うんうんうん、スプレッドが、うん、になるじゃないですか、はい、うん、ってことは20ピップぐらい？あ、いや、倍率ではなくて、はい、まあ多分1ピップぐらいは違うので、うん、であと値動きがまたドル円と違うので、うん、変えた方がいいと思います。うん、自分はやんないんですけど。では続いて、損切り置くことは必要ですかっていう質問なんですけど、まあ、一応聞いておこうかなっていうんですけど。あ、そうですね。まあ、損失を限定する意味で必要だと思います。で自分の場合は成り行きでこう注文するときに決済同時発注っていう設定を、オンにしてて、うんうん、で指し値のは、10ピップス、うん、で損切りは5ピップスがもう成り行きで注文したときに自動で決済中入るように設定してます。指し値と逆指し値両方とも入れてるんですね。はい、うんうんうん、ただまあそれに引っかかることなく、うん、まあ、大体もうほぼ9割以上は手動で決済してます。何かあった時のために、うん、一応そういうふうに置いてます。まあ、押した瞬間に何かしらの発言が出たりするかもしれないし、うん、っていうことですよね。うんうんうん。じゃあ最後に過去、うん、失敗した損切り例がもしあれば、はい、ありますか？あ、そうですね。これ今5ピップにしてるんですけど、うん、最低、まあ、3ピップとかにこう設定してた時とかもあって、でそうするともう、はい、エントリーした瞬間にストップに引っかかって、はいはいはい、逆に勝率が低くなってしまう。うん、で実際に、まあ、あんまり動いてない時だったら3ピップでも引っかからないんだけど、うん、ちょっと動きがこう出だすと、はい、もう連続してこうポンポンポンと、エントリーしてすぐに逆差しにかかっちゃうっていうのが起きるんですね。うん、これ3ピップやってた時ってどれいつぐらいなんですか？割と最初の方なんですか？最初の方ですね。あ、でだんだん5ピップに落ち着いていったって感じ。ピップで、まあ、うまくいったりいかなかった時は、あ、今日は結構値動き激しいなっていうので引っかかって、うん、まあ、そこから、まあ、値動きによって多少変えて、まあ、5から8で落ち着いたって感じですね。うん、なるほど、うん、はい、はい、ありがとうございます。まあ、ひろしさんは割とこうまあ、テクニカル的にここまで来たら損切りとかっていうよりかは、うん、もう思った通りの動きに ならなければ損切りするっていう、うん、なんか成り行き的な損切りが割と多いなっていうイメージですよね。うんうんうん、
ある程度そうですね、動きをまあ予想してエントリーするので、うんうん、あとはそうですね、レートパネルの動きがなんか一番重要ですかね。一気にこう飛ぶ時があるからってことですよね、うん、根が、うん、それがあの結構ゆっくりだと、うん、結構リグインに時間がかかっちゃったりとか、うんうん、こうあんまり待つのが嫌なので、うんうん、エントリーした瞬間に5ピップとか、うん、あの取れたらもう最高のトレードですね、うん、あとは損切りが早いので、うん、損をずっと持っていくっていう持っているっていうことがない、うん、スキャリピングの場合は、はいはいはい、スイングと違って、はい、うん、まあ、ほぼほぼノーポジション、うん、のことが多い、うん、じゃエントリーしてからエグジットまでの時間が短いので、その持ってる、うん、ポジション持ってる時間がリスクになるので、うん、まあ、そこがこう資金管理になる、うん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 、持ってるポジション時間が短いから持ってる時間に何が起きるか分かんないので、うん、持ってる時間がリスク、はい、リスク、うん、だと思ってます。なるほど、うん、それは含み損でも含み益でも一緒ですよね。うん、含み損でも含み益でも一緒。一緒ですよね。含み益でももう一瞬でその含み損になる場合もあるので、うん、そう。じゃあ含み損マイナスになったからって言って戻らないからって言ってそれをずるずる引きずるのも絶対やっちゃダメっていうことです。やっちゃ、うん、ポジションをそうあのできるだけ、短い時間で持つ、うんうん、っていうのが、まあ、資金管理。うん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 。うん、人によってリスク管理はそのロットを小さくするっていう資金管理がある、うんうんうん、ロット小さくすれば、まあ、損失も少なくなるので、うんうん、まあ、そこで資金管理をしてるっていう人もいると思うんだけど、自分は結構ロットを大きめにして、時間を短くする。うーん、じゃあ例えば同じピップス狙ってて、例えばじゃあ2000、うん、2ピップ狙うトレードだとしても、うん、それを1分で取れるのか、うん、10分かけて取るのかで言うと、うん、長く持ってる方がリスクは高まっていくっていうことですよね。そうですね、うんうん、なるべくそこを最短距離で、最短距離でロットを、大きめにして、うん、レバレッジを使って取っていく、取っていくっていう意識をしているということですね。はい、はい、ありがとうございます。そう、短期の場合は取れるピップス数が少ないので、うん、ロットを結構大きめに入れないと、資産が、こう増やすことは結構難しい。うん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 、そうですよね、確かに。そっか、そうですよね、うん、同じピップス数を1分で取れるか10分取れるかによっても効率が全然違いますもんね、うん、確かに。じゃあ結構スキャルピングは利益を取るにしても、はい、損切りになるにしても時間がかなり勝負になってくるんですね。あ、そうですね、はい、はい、ありがとうございました、はい、分かりました。では、次はデイトレーダーの小山さんの資金管理術をお伺いしたいと思います、うん、広瀬さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。では続きまして、デイトレーダーの小山さんに資金管理術をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。で、まあ、基本的なフォーマットというか、うん、を書いていくと、まあ、デイトレとスイングではやっぱりちょっと変わるんですけれども、で今回デイトレの資金管理のおおよその、何でしょう、自分がやってる方法を載せてきました。まずリスクリワードですね。目標は1対3ぐらいに、してます。1日のところで入ると正直、まあ、サイコロ振ってるのとあんまり変わらないかなっていうところもあるので、まあ、損切りが1だと利益3ぐらい取れるように、してますね。取る、うんうん、10銭損切りを置くなら30銭ぐらいは目標の取れるところを狙って入るっていうことですね、うんうん、でもまあ実際には、まあ、途中でこう相場が変わっちゃったり、まあ、思いのほかこう損切りが続いちゃったり打診売買をやっちゃったりっていうことで、すごい1年鳴らすと1対 1.5 とか、まあ、2には届かないぐらいに大体になっちゃいます。勝率も目標はやっぱ7割以上を目指したいんですけれども、はいはい、やっぱ年間通すと 55% から 60% ちょっとぐらいに最終的にはなりますね。ただ僕の場合は打診売買を行っていて、1回損切ってもう1回入るっていうのがあるので、トータルすると勝率 55% よりかはちょっと高くはなってるという感じになってます。で、私が考える、まあ、適切なレバレッジですけれども、まあ、大体5倍前後ということになってますね。これ1トレードでってことですよね。そうですね、うんうん、で利益が出てもう損切りを引き上げるじゃないですか、はい、でそしたらまあ、よっぽどのことが ない限りマイナスにならないっていう場合になると、うんうん、かなりポジションを乗せて80倍以上も全然あります。追加でピラミッティングしていくってことですね、はい、そうですね、うんうんうん、まあ、この考え方をもとに、トレードを、エントリーを行っていると
という状況になってます。はい。で、まあ、一番エントリーするのに大事にしてるんですけれども、うん、まあ、損切りをベースに考えますと、はい、1損切りして、3リグエルようなポイント、まあ、明確に損切りできるところで、エントリーするようにしてます。まあ、詰まるところ相場の節目の前後で入りましょうっていうところですよね。うんうんうん、そしたらまあやっぱり損切りに迷わないので、うんうんうん、そこをまずエントリーもそこを基準に考えています。そう、うん、じゃあ、中途半端なところ、例えば勢いにちょっと乗っかろうみたいなことはほとんどないっていうことで。あ、そうですね。でそう なった時にリスクを、うん、が大きくならないように打診売買をやります。111円で買いたいけれども、まあ、もしかしたら111円まで下がらないかもしれない、うんうんうん、じゃあ111円50銭で打診売買をしておいて、うん、運よく111円まで下がったら本ポジションを取って、まあ、110円でロスカットを置くみたいな、うんうんうん、そんなイメージですね。あまりにもこうガチガチにここまで来たらっていうのをやりすぎると逆にポジションが取れないっていう場合があるからってことですよね。よくね、うん、トレーダーの仲間で話してると、 あと3銭下がったらついたんだよ、あると思うんですよ、うん、僕はもうやっぱりトレードって相場の次第なので、はい、そんな完璧なトレードってできないと思うので、その完璧なトレードできないから遊びを作っておくためにこう、うん、ポジションも分けているっていう感じですね。はい、はい、であとはやっぱりデイトレードやってるので、その日にイメージした値動きにならないと、まあ、時間切れだと思ってるんですよね。なのでその時は、まあ、利益毀損でも、まあ、一旦ポジションを閉じるっていうリスク管理を行うようにしてます。まあ、基本的に持ち越さないっていうスタンスなので、はい、持つっていうことが逆にリスクになってしまうからっていうことですよね。そうですね。はい。じゃあ具体的にどういったところに損切りを置いていくのかっていうのを実際のチャートで解説していただきたいと思います。はい、じゃあ小山さんはデイトレードっていうことなので、はい、取る利益と損切る値幅ってどれぐらいで設定されて、はい、大体どれぐらいなんですか平均的に。まあ、ドル円の午前中で言うと、うん、大体6銭から8銭損切りを置いて、でそこから20銭から30銭ぐらい取りに行くっていう感じですね。まあ、逆にそれぐらい動くかなっていう相場を探しに行くってことです ね午前中、はい、午後ではまた違うんですか。午後だともう少しボラティリティが出るので、まあ、損切りは大きく変えることはないんですけれども、うんうん、そうですね、まあ、30銭ぐらい狙えるところを狙うっていう、まあ、その日の相場によりますね。あ、はい、あ節目を抜けるかどうかでも違いますし、逆に自分が20銭とか30銭で決めてるじゃないですかその利益。そうですね。それ以上に上がりそうだなって時にもあんまり長く持つこともないんですか基本的に。あ、まあ、相場をずっと見れる時が多ければ持ってます。あ、そうなんですね。はい、うんうんうん、じゃあお願いします。はい、はい、それでは8月の、21日月曜日のトレードの例で、解説していきます。はい、この時ですね、前営業日金曜日に、まあ、中国の不動産の問題ですね、恒大集団が、アメリカで破産、チャプター11を申請っていうところで、まあ、リスクオフになりましたと、うん、で引けにかけて上がったところです、うん、そしたら、まあ、東京時間もう一回リスクオフが来るんじゃないのかなとこう身構える日ですよね、うん、それで、まあ、9時は当然こう一発、日経平均も下がるので円高に触れたんですけれども、まあ、その後、すぐに元を切り返して当日の高値を越す動きがありました、うんうんうん、なので、割ともうその恒大集団の、破産は、まあ、限定的かなと思ったので、まあ前日の、ニューヨーク市場のある程度、まあ、高値とは思わないですけれどもある程度までは戻すのではないかなと考えて、この辺りでエントリーを取りました。そして一度、相場が大きく、上昇して、まあ、割と半値落ちしたんですけれども底堅さを維持しているので、うん、145.36 ですねで、エントリーしました、うんうん、東京でまず底を打ったのでヨーロッパで高値を更新してくると見ての判断ですね。なのでここで何度も下ヒゲをつけているので、まあ、損切りは30銭 145.30 を割れたところですね。おそらく、8銭ぐらいにしてたかと思います。うんうんうん、はい、でリターンはまず、この戻り高値の60銭のところは取りに行く、まあ、20
5000ぐらいですよね、うん、ちょうどリスクリワードが1対3ぐらいになってます。ここでデイトレードなので一応リグーっていうことを考えて、その後上昇したらまたもう一度入ってもいいし、一回利益確定できているのでもう一度ポジションを取りやすいっていう考え方もできます。うん、はい。まあ、実際東京市場ではドル円って1円動くとかってほぼほぼないので、はい、リスク6000から8000取って、利食い30銭以内ぐらいで見てた方が利食いもうまくいくし資金管理のリスクとしてもそんなにないしバランスがいいかなと思ってます。うん、どこでエントリーしたんですか？145.36 ですね。エントリーした時間は12時29分ですね。一度おそらくこの下ヒゲを見て、なかなか時間的にこう下がらないところを見てエントリーしました。はい。で実際この後ポジションはですね一度ここの52銭ぐらいでこう閉じて、その後また次の高値戻り高値更新した52と、63かな、ここでまた新規の買いをやってこの上昇ヨーロッパ市場での上昇を追いかけるっていうトレードをやってます。はい。ちなみになんですけど、はい、この金曜日の下げで、はい、一旦戻ってきたじゃないですか。はい。でこう上がってきたところで、はい、ここでちょっと大きく下げるじゃないですか、はい、この時にあちょっと転換するかもっていう気持ちはなかったんですか？思いは転換するかも、あ下にですか？そう、あこの後は、ちょっと実需が見えたっていうところがあってここ上がったところで、輸出の売りが結構出たっていうヘッドラインがあったので、うん、まあこの売りはこう一時的だなっていう判断ができたわけですね。うんうん、でそこからまあ投機的な値動きというかこの下落を織り込みに来る値動きがどれぐらい強いかなっていうところが見たかったんですけどその後、下がらなかったのでまあそこは打ったかな、欧州市場では再びドル買いになるんではないかっていう判断ですね。いや結構1回目につけたヒゲでもうここで損切り置いてるじゃないですか。はい。こっちじゃなくてこっちだったんですか？そうですね、もうここはもうほぼほぼ下がる、日経平均がリスクオフで始まるのは見えてるので、うん、この9時で下がるのはほぼ見えてるんですよ。うんうん、はい、なのでここではないですね。へえ、なんかそこがちょっと難しかった。あーなるほど。いや私多分スイングだからそう思っちゃうと思うんですけどあんまりこういうギチギチのところに置いちゃうと例えば仮に騙しでちょんとつけて上がっちゃう可能性もあるじゃないですか、うん、ですしなんか結構中国でこんだけ下げてるんで、うん、なんかあんまり近いところに置いて買うっていうのがめちゃくちゃ怖いんですよ私からすると。あーなるほどこれちょっと経験則みたいなところですね。前日の金曜日のニューヨーク市場で起きた値動きは、うん、だいたい東京の午前中でほぼ全て織り込む、うん、あそうなんですか。そして次に来る値動きとしては、うん、売ったトレーダーの利益確定なんですよ。つまり反発するっていうことですよね。そしてこの反発も終わりました。実需の売りも、出てきました。これは一時的です。どうやら下げないです。で、相場の流れとしては円売りがあって長期金利が上昇しているドル買い材料です。じゃあヨーロッパは再びそのトレンドに戻るのではないか、うんうんうん、としてポジションを取ります。ここより下下げないでしょうと、うん、リスクがなので値動きが一巡した後の安値でいいだろうと判断してます。逆にそれだけ戻りっていうかここの買うところと取るリスクが小さいからこそ入りやすいポイントだったっていう理由もあるってことですね。そうですね、はい、なるほど。まあ、ここでちょっと時間を使うっていうところもポイントですけどね。時間をこうだってこう下げてから11時45分じゃないですか、うんうん、でも僕エントリーしたの29分で45分も待ってるんですよ、うんうん、まあ、1時間近くこう下げてないっていうことはあもうこの値動きで一巡したんだな、うん、次の動きを織り込むだろうなっていう感じ。ね、だってこんだけ上がってこんだけ下がるって結構な輸出の売りが出てるはずなんですよ。うんうんうん、まあ、ヘッドライン見れたっていうのもあるのでちょっと特殊なところもありますけど、陰線がバーって続いてるときは逆に買っちゃいけないですよね。あそうですね、逆張りして。だけどそれが陽線とか小さい陰線とかがこう何個か重なってくるとあもうここで下げ止まりそうだなっていうふうに判断するとですね。そうですね、下げ止まったしこの値動きの相場は一度終わったっていう判断もできます。へー、だから損切りが小さくて済むっていうことですね。小さくて済む。特に東京市場はあんまり動かないので、うん、損切りは本当にドル円でいうと6000、8000でも
あーそっか、10銭30銭取りに行くには十分かと思います。あじゃあまたちょっとじゃあロンドン市場とかニューヨークになるとまたちょっと変わってくる。はい、うんうん、もう一つ損切りを小さくできるポイントとしては、うん、まあ、当たり前ですけどこう節目146円と145円のところですね。でこの日大きめのオプションがあったんですよ。節目であってなおかつオプションもあると一度は止まりやすい、まあ、つまり損切りをタイトにしやすいということですよね、うんうんうん、でこの日に大体8時ぐらいですかね、145.91 で1回売りを取っています。でもまあリスクは146円までですので、うんうん、まあ、1対3で考えるとこの20銭ぐらいは、取れますというところですね、うんうんうん、で、まあ、実際このトレードはですね あんまりうまくいかなくて、うん、もうちょっと70銭ぐらいまで下がると思ったら、うん、もう元に戻ってきたんで、うん、利益で終えちゃったんですけど、うんうん、やっぱ節目であってなおかつオプションであったり、まあ、いろんなこうオーダーが絡んでるところは止まりやすいので、うん、小さな損切りでもワークしやすいので入るようにしてます。ちなみにオプションが146ぴったしじゃないですか、はい、損切りは146ぴったしに置くんですか。いやその手前ぐらいに置いてますね。特にここは2回1回上を試してるんですよ、うん、そうですね。ですごい小さいんですけど2回目に試した後に、うん、2回上を試してます、うん、1回目より2回目の方がちょっともう弱くなってるんですね。あそしたらもう下げるなと、まあ、損切りもこの9798ぐらいでいいよねと。へーこれぐらい、まあ、ヒルフさんもっと刻んでるんですけど、はい、もうこれぐらい1戦2戦を大切にするように刻んでエントリーしてます。それ今までの経験上もう2回目低く出たらそれよりも上がることが少ないっていう経験があるからそうしてるってことですか。そうですそうです。下まで握っててこの足見たら、まあ、自分が買ってる、うん、まあ、実際この上げを買ってたので売れたんですけど、うん、買ってる方からしたら要は上昇の勢いが弱くなってるわけじゃないですか、うんうん、そしたらシンプルに考えて次下げる可能性が高いですよね、うんうん、そしたら次にこう上に上がったらもう最初の高値を超えた時点で146円つけるんじゃないかと考えて損切りをその少し上に置いたり、まあ、同じでもいいんですけど置いたりします。取れるリスクは、ちょうどじゃなくてここの高値です、はい、あれですね結構ロースカーシー一本一本のこう長さとか、はい、なんて言うんでしょう何個つけたかとかっていうところをかなり見ているってことですよね。そうですね。あとまあその値動きのスピードの方がもっと大事だったりするんですけど、うん、同じように相場を見てて見てる人が一番感じてるのはどういうところかな、他の市場参加者はどう考えているのか、こういう動きが出たら次下がるか上がるかっていうのをどう考えているのかっていうのをイメージしてエントリーしてます。これあれですね、一回この話聞いただけでそれが全部のトレードで真似できるかって言ったらちょっとまあある程度このオプショントレードもそうですけど、うん、何回か経験しないとわからない部分もありますね。そう、彼もうこの話するとあれですけどこれ、ね、70ぐらいまで下がると思って下がんなくてすぐ切り返したじゃない、うんうん、すぐ切り返したからあ次は今度はもう146円超えるやつだなってあるんですよ。あロングで入る、そうそうそう、どの時点でロング入ったんですか。ここはね実際ライブやって入れなかったんだけど、もうそこのつけたら瞬間に入ってだから次にタッチして下がるってなってないじゃん。多分一回これね下がったと思うんですけどこうならずに次はもう超えていくんですよ。うん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 、そう止まらないんですよ146で。じゃ あれですね、デイトレードはいかにリスクを取りすぎないけどちゃんと的確なところ、的確って言うとなんかすごいちょっと言葉がぼやっとしてますけど、はい、自分の経験上で、あこういうところはこれぐらい狭くても大丈夫だなっていう経験値を何個か積んでいって作っていくっていうイメージなんですね。そうですね。やっぱりデイトレード取引を何度も何度もやるので、うん、一銭を節約できると年間とんでもない差が生まれるんです。ですよね。はい、なるほど。1日、まあ、10回とかは絶対取引するわけですよ。うん、一銭節約できるだけでも月間で220ピップ買うんです。そうですね。そう考えてやっぱしスイングですけどだいぶシビアにやってるなって思いました。一銭変わるだけで、うん、本当にあの年間収支が劇的に変わるので、うん、それぐらいやった方がその計算が見えるのでシンプルに、うんはい、やるのがまあ普通かなと思ってやってますね、うんうん、はい、わかりました、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとスライドに戻ります。はい、
続いての質問が、はい、ストップの置く位置通貨ペアごとに変えてますかっていう質問なんですけども、はい、そうですね、当然変えていますという答えで、うん、やっぱりこうその通貨ペアの値動きの変動率ボラティリティに合わせるのが適切かなと思ってるんですよ。なので、まあ、ドル円が1円動く日2円動く日で当然損切りは変えるんですけれども、それに合わせてドル円は6銭からだいたい15銭とか、うんうん、の幅を持って、損切りを置いてます、うんうんうん、はい、でポンドだとポンド6銭ってほぼ引っかかるんですよ、はいはいはい、6銭8銭で。なのでポンドは、ね、10銭以上取るようにして、うん、まあ、25ポイントぐらいはリスクは取るようにやってますね。その分リターンも大きいので、うんうんうん、これでもポイントで考えるっていうか、先ほど この例えばこのチャートだったら、はい、当然ポンドがこの動きしてたらここに置きますよね。置きます。ポンドがこういう動きしてたら結局取るリスクは変わらないので。ですよね、はい、だからチャートは同じだけれども、はい、結局何ピップですかって言われたらドル円とポンドではこういう差が必然的に生まれてしまうってことですよね。そうですね、ちょっとしたブレも多かったりするので、うんうん、はいはい、あの本当オプションが綺麗にあるとかは別ですけど、はい、これぐらい差がつけた方が、うん、あのただの損切りピンポになっちゃいます。うん、はい、もう一個、はい、損切りストップを置くことは必要ですかっていう質問なんですけど、はい、一応みんなに聞いております。なるほど。これはあの僕は損切りを置かないと3年間で350万負けたので、はい、置くようにしております。あれ最初って全く置いてなかったんでしたっけ。まあほぼ置いてなかったですね。はい、まあ、あの置いてないというか、まあ、損するの嫌なんで置く勇気がないみたいな、うん、あ結構多いですよね多分そういう方、ね、私もそうだったんで、ちょっと面倒くさいなって思っちゃうのがあると思うんですよね、切り替えると。で今は基本的に置いているけれども、はい、張り付いている場合は打診買いの場合は置かない場合もある。そうですね、まあ、張り付いてる場合っていうのはもうあと 1,2 銭動いたら切りたいっていう場合もあるんですよ。その時はずっと見てるので、はい、基本的に、置かないというか 3.5 銭以内かな、うん、とかはそもそも損切りタイトに置けなかったりするので、うん、そういう意味でテクニカル的に置いてない、うんうんうん、もう一つ、まあ、30銭離してっていう時とかは、うん、なんでしょうね、まあ、打診売買をしている最中とかで、うん、まずまあエントリーしますと成り行きで今から上がるかもしれない、でもちょっと打診売買で次のポジションも持つ可能性があるので、次下がると思ってるのにその下がると思ってる位置より上に損切りを置くってちょっと理屈に合わないじゃないですか、うん、なので、まあ、その場合はもの暫定的にその次持つ本ポジションの損切りのところぐらいに損切りを置くようにするっていう、うんうん、まあ、とりあえずまず30銭ぐらいだって持ってから、まあ後で微調整するみたいな、ことをやってますね、うんうん、はい、まあ、この感じは以前日銀の発表のライブの時に、まあ、トレードでとりあえず損切りを置かないとみたいなことをやってたので、はい、まあ、その動画でも同じことをやってます。これは動きがちょっと早い場合ですか。そうですね、いうわけではない。早い場合の方が多いです。ああですよね、はい、うん、まあ、まずエントリーして、でもここ下抜けたらもう走っちゃうから、うん、最低限この辺りに置かないとみたいな。なるほど。これあれですね、張り付いてる場合のその損切り置けないからっていう理由もそうですけど、まあ、短期トレード特有の理由になります。そうですね、優先順位まず入って、うん、でも損切りはまあ置かないといけないから次必ずやる、その感じ流れですね。だ、まあやることは絶対やるっていう。やることはやります。うんうんうん、なるほど、はい、では最後に、はい、失敗した損切り例をちょっと紹介していただいて終わろうかなと思います。はい、はい、そうですね、まあ、これもう未だにやっちゃうというか、はい、トレードってまあそもそも収益を上げるためにやってるんですけど、うん、ちょっと自分の予想当たってるかなみたいな、なんでしょうね、ちょっとエンタメに振っちゃってポジションを取る場合とか。どういうことですか。例えば今メインやってるのはもうドル円と、はい、まあ、メキシコペソだと、うんうん、でも5ドル下がりそうだなと、うんうんうん、でもまあメインでやってるからそんなにこうあれもこれもやっちゃうと良くない、はい、でも自分の予想が当たってるかもしれないから、うん、ちょっと5ドルを一番通貨だけ売っといてみようと。ちょっと欲を出してしまった。そうそうそう、あの、なんでしょうね、僕割と自分のポジションとかをツイートしたりするので、はい、ちょっとこれ売っておいてちょっと一晩経ったら100ピップぐらい取れてるかもしれないと、しめしめと、なんかこうすごい利益を出すより、まあ、予想が当たっててなおかつ、まあ、予想が当たってた場合ポジション持ってないと嫌なので、小さくても持ってたりするみたいな、うんうん、
まあ、なんとなく下がるから損切りを置かないでも大丈夫だろ、ポジションも大きくないし、うんうんうん、みたいなのをやって、逆行く場合はよくあるというか、まあ月1回ぐらいありますね。月に1回、はい、あります。損切り置かないんですかその場合。なんとなく下がると思ってるのとポジションも置くないのと、はい、すごい離した場合は置く場合ありますよ、うん、でもまあまあ下げるでしょみたいな、うん、そしたらまあ半分ぐらいうまくいく。それやめれないんですか。だいぶ数減りました。まあでもそれは あくまでちょっとまあ遊び要素があるっていう。そうですね、本気トレードではないっていう感じですかね、はい、そうですね、本気トレードはちゃんとやるけど、はい、やっぱこうね油断すると大体良くないですよね。はあ、まあ、それで損切りするたびに、あ、やっぱダメなんだなって、また次の1ヶ月頑張るみたいな。あ、よくね、この例じゃないですけど、まあ、はい、酔っ払った時なんてね、よくやる人いますよね、うん、上がるとこれーって。なるほど。人にやるとまあろくなことないですよね。なるほど、はいはい、わかりました。ということで、デイトレーダー小山さんの資金管理術をお伺いしました、はい、では続いてはスイングトレーダーヒロピーさんの資金管理術をお伺いしたいと思います。小山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。では続きまして、スイングトレーダーのヒロピーさんの資金管理術をお伺いしたいと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、まずリスクリワード、勝率、適正レバレッジをそれぞれお伺いしてまして、うん、リスクリワードと勝率は目標と、あと実際どんな感じになってるのかっていうところをお伺いしております、うんうんうん。リスクリワードが目標、だいたい2対3から1対2が目標で、うん、現実としては現在 2.3 ぐらい、あ、2対3ぐらいで運営されてるってことですよね、うんうん、はい、そうですな。まあ、てかもうほとんど2対3です。これピップスで言うと何対何ピップぐらいなんですか。まあ、もちろん100対150とか、うんうん、200対300みたいな、うんうんうん、まあ、200、300が僕多いかな、うん、うん、スイングなので、はい、で、まあ、トレンドが出てる時とかいけるなっていう時は1対2、うん、損切り100、利益食い200、うんうん、稀に300とか1対3とかやりますが、これは稀です。うんうん、勝率が目標 44%、 結構中途半端ですね。うん、いやマジだよ。本当ですか、うん、42から 44、 ここが一番安定する。うん、で現在、現実が30から 60% の間ぐらいですかね、うん、60出すときはもう無双してるといいです、うん、もう一月で 2,3000 ボンボン出すみたいな、あ、うん、うんうん、敵なしみたいなマーケットの時ですね、はいはいはい。で、負けまくるときはやっぱり 30% とか切ってくるかな、うん、うんうん、っていうような状態です。でスイングなので月ベースって別にぶっちゃけどうでもよくて、うん、まあ4ヶ月とか6ヶ月スパンで見るのが個人的には好きかなと思ってるんで、うん、まあよく僕は4ヶ月スパンぐらいで増えた減った、うん、で、うん、1年間3回勝負みたいな感じでやってます、心の中でね。じゃあ1年鳴らして勝率、うん、もうちょっと 40% ぐらいになるっていう感じ、ね、そうだね、うんうん、まあでもぶっ計算なんかほとんどしてないで、大昔にして、はい、まあ、これぐらいだなっていうところだったんで、うんうん、まあでもタートルズもね40何パーセントがいいっていうなんか結論、うん、もう大昔に出てるんですけども、はい、まあ 40% 台が一番安定して淡々と、うんうん、トレードをやり続けられる、うんうん、感情が高ぶらず沈みきらずみたいな、うん、感情が高ぶって勝ちまくってると、うん、やっぱりどっかでほころびが出てくる。そうですね、負けまくってるの分かってるけれども、確率論から言ってもまあ、はい、いつか勝ってどうせプラスになるでしょうぐらいで思ってるけど、やっぱりでも負けまくるとちょっとうんってなるよね、うんうん、なので、一概にじゃあ本当にじゃあぴったり 40% 台で1年どれぐらい出してるのって言ったら、多分それはそれで少ないと思います。はい、まあ、本当にね 40% 台、45% 未満、うんうん、40以上 45% 未満が僕は好きです、うんうん、じゃあこの勝率だったらこのリスクリワードでも一応年間ではプラスになる、うん、いや最高に大きくプラスだねこれだったら、うんうん、40-50% 増えるんじゃない。あ、そんなにですね、うん、レバレッジのところですが、これ1回あたりのトレードが 0.25 から3倍ってことで合ってますか。はい、1回が 0.25 から 0.5 倍、時々1倍、はい、で僕の場合は5個も6個も10個もポジションを立てますので、
その合計が、まあ、平均的に 2,3 倍になるかなみたいな。あ、まあ、マックスでもそれぐらいなんですね。いや年に 2,3 回10倍とか15倍まで上げます、はい、勝負どころで。うんかなと。結構割とじゃあ一定ってよりかはもうその時々に合わせて、うん、もうね平均とかっていう概念トレーダーとしては皆さん捨てていただいた方がいいです。うん、資産も平均で絶対上がらないで、このうねりうねってこうやって上がるので、はい、勝負どころではレバレッジは張るべきです、うんうん、っていうかまあこれできないと絶対1億稼げないんで、うん、ここぞという時に異次元のレバレッジはかけた方が僕はいいと思います。ただ、うんうん、絶対の自信がない限りはダメ。そうですね、そうですよね、うん、これは経験値ともう動物的な感性を最大限に生かして強みに張る、はい、これができるようになるとあっという間に資金が増えるフェーズっていうのが長年やってればあります、うん、とはいうもののじゃあそれをいきなりやりなさい絶対無理なので、うん、まあ通常運転で勝負せずに淡々とやるならこちらに記載したポジション複数で合計が3倍ぐらいを上限、うんまあ、ちょっとぐらいは超えてはいいんですけれど、はいまあ、これを一応基準にして、うん、この範囲で年間 20% ぐらい増やせるようになればもっとうまくいきます。うん、うん、それぐらいを目指すといいかなと。勝てるようになると一定で増えるんで皆さん無駄にですね勝てないうちにね100万200万すら突っ込まない方がいいです。10万とか50万ぐらいでの間で何度も何度も練習してください。まあ年収が高くて余裕があるんだったら別に100万200万でもいいんですけれども、まあ、皆さんそういうわけにはいかないと思いますのでまずは一定の金額で一定のパーセンテージ稼げるようになる、これが目標です。あと、うん、から資金積めばいいので、うんうんうん、うん、かな。それがまず非常に重要な資金管理術だと思います。はい、ありがとうございます。では続きまして全トレードに共通するストップを置く基準なんかあれば教えていただきたいなって思ってるんですけれども、うん、まずは資金ベースで考えていらっしゃるんですか？そうだね、証拠金維持率ベースでは考えると頭おかしくなるのでこんがらがっちゃうので、はい、資金ベースにしましょう。でも、うん、例えば、1000万円残高ありますだったら、うん、0.25 倍って言ったら1ドル100円ぐらいの場合は、2.5 万通貨なんだよね、うんうんうん、レベル値0.25 倍って10万通貨ポジションでレバレッジ1倍です、うんうん、ただし今の時代はドル円146円なのでじゃあそこから 1.46 倍すればいいのかとか、はい、そこまでは考えろって言ったらまたそれは難しくなるので、はい、まあ、僕はできるんですけどすぐに速攻暗算しちゃうんであれなんですけども、まあ、一応1ドル100円ベースで10万円に対して1000通貨があれば1倍ぐらいだよというふうにイメージを置くようにしてください、うんうんうん、ただしかしながらポンド円がね190円の時代があれば120円の時代もありドル円も80円台の時代もあれば140円台の時代があり、ニュージー円に関するとね60円台の時もあれば100円切り手前まで行ったりと、まあ結構ごちゃごちゃするんですけれども、うん、まあその辺はちょっと、フィーリングで、うまく暗算してですね、うんうん、コントロールしていただければいいんですが、もうわけわからんという方はとりあえず今申し上げたですね10万円口座残高あるんだったら、まあレバレッジ1倍はだいたいどの通貨も1000通貨ポジション取ればそれぐらいだよぐらいでまず覚えておいていただき、うん、そして先ほどの資金管理術通り10万円しか残高ない人は3000通貨ぐらい、超少なくて超しょぼいんです。ただしそれで 20% 増やすってめっちゃむずいんで、うん、ね、10万円を12万円に増やしてください、うんうんうん、最大3000通貨までしか持っちゃいけません。きついよね2万円増やすの。でもそれぐらいできないといつまでたってもうまくならないです、うんうんうん、もっとゼロがどんどん1個ずつ増えていくんで、うん、というところでじゃあ100万円の人は1万通貨があれば1倍なので3万通貨ぐらいを上限にして、とりあえずやってみよう。1000万だったら、上限を30万通貨にしてやってみよう、まあ、これぐらいからやっていただくのがいいです、うんうんうん、はい。この資金ベースっていうのはリスクリワードが2対3とか1対2になった時に、うん、損切りがかかった時にいくら減るかっていうのを考えるっていうことであってますか？まあもちろん、なのでまあただね一回一回気にしてると気がめいってくるので、うん、20% 減ったらとか、うん、まあ、そういう風にして単利で考えてください、うんうんうん、なのでじゃあ100万用意して頑張ります、20万負けました、80万円で再スタートで、いや違う追加入金20万入れて100からスタートしないとダメです、う
うーん、じゃないと複利運用的には絶対負けます、うんうん、なので剰余資金を常にスタンバイしておくこと、まあ、ただしかしながら年間20万ぐらいは貯金できるだろうと僕は思ってますので、はい、じゃあ1年負けないように20%ドローダウンで踏ん張れるように頑張っていただく、うん、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ実際にじゃあチャートでどういったところでじゃあ損切りを置くのかっていうちょっとテクニカル的な部分を、はい、あの教えていただきたいなと思ってまして、うん、ヒロピーさんがエントリーするときって大体こうトレンドが転換するタイミングとかタイミングか土天井ロングかどそこそうですよね、うん、この3択です。それぞれの損切りを置く位置って絶対違いますよね。あ、いや、まあでも大体さっきの23に合わせてるかな。あ、そうなんですね、うん、リミットフリーみたいな無茶なことをよくやりますが、はい、例えばなんか事例とか、まあ、直近で言うと、はい、まあ、直近はちょっと難しいことやったかな、うん、天井買いしかしてないですね直近は、うん、145円の50銭でダーッと買って146円の50銭でももう一発追加で買って、はい、4ポジション持ちました。この場合どこで損切りを置くんですか？天井買いの場合は天井側の場合は、ここだね、ここを割った時、あ、で結局ここ損切りになったんだよね、うん、だけれどもやっぱりこれ上がってっちゃったからもう一回エントリーした140円の50銭で、うんうんうん、めっちゃ損してる、ここで切らされて144円の90銭で、うん、でもやっぱり上がるやつだと思ったんで天井でもう一発3つポジション取って、はい、ここまで上げて、まあ、さっきポジション閉じたんですけども、まあ、100ポイントぐらい、うん、うん、でまあこれはねちょっと難しい、正直あのいつもやってるローソク足専門のこの反転トレードでブレイクするタイミングが分かるようになってくると天井で掴めるようになってきます。まだ伸びるやつだとか、はい、まだこれボトムじゃないです、もっと下げるやつだってそこあれが見えてくるので、うん、実はここが一番儲かる。あの伸びるときドーンといっちゃうんで、レバー強く張れる、こんなねウェーブしてる時にレバー強く張れないんですよ。はいはいはい、順調に上がってるけども、まあ、極論言うと平行チャンネルの押し目買いでレバレッジ高めって絶対無理なんだよね、うんうんうん、レバレッジ高めで勝負しやすいのは一直線に上がってるマーケットなので、天井とかもう急落のボトム圏で突っ込んで売ってとか思いっきりジャンピングキャッチして買う、なぜならみんながもう変えてないからこういう風に押し目中上がっていく、こういう時も、うんうんうん、なので天井で自信を持ってレバレッジをいつもより3倍ぐらい強めにして買っていくと、わずか100とか抜くだけでいつもより3倍の収益がドンと入るわけなんですね、うん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 、その使い分けかな、ちょっと難しいかな言ってること。まあごめんなさい、話を戻すとエントリーポイントの基準ですけれども、はい、まず大前提基本形はユカティもよくやってるトレンドライン引いて右に抜けてきてレジサポライン引いて、うんうん、移動平均線がとかフィボナッチがレジサポがっていうところで戻り寄りするのがまずこれが基本形です、うんうん、なのでトレンドライン抜けて割りました、高値をバックに戻り寄り差し値注文をして、損切りはここのこの上、利益確定はこれの 1.5 倍みたいな、これをひたすら繰り返すのがまず基本形の型です。あ、じゃあトレンド転換で狙う場合はもう直近の一番高値の上に損切りを置くっていうイメージですかね、うん、そう、まず型が定石はそれです、うん、ただ、はい、もちろんファンダメンタルズもあるから、はい、ファンダと合わない時は見送るかファンダ方向にあえて取るか、まあ、要するにこれ天井のもみ合いだなと思ってそっち方向に取るとかもあります。ちなみに高値のプラス何ピップぐらい余白開けて損切りを置きますか？ 2,3,4,5,6 ピップ、うん、まあ、10とか50はないな、せいぜい10とかまれに15、まあ、なんでまあ5とか、はい、まあ、スレスレもあれなんでね、5とか10ぐらいかな、はい、うーん、ピタピタもある、追い込まれたら負けっていう時はもうピタピタにセットするか1ピップ手前にでも置いちゃったりわざとする時もよくあります。大体まあ目安として 5ピップ、まあ5とか10ぐらいはいいんじゃないですかね、うん、あのピタピタは真似できないです、あの相当、うん、慣れてないと、はい、まあ、なので基本形、まあ、まずスイングで練習されたい場合はこういう反転トレードの戻りを打って逆方向にブレイクするのをかけるようにしてください。でこれの練習の一石二鳥は、うん、まずリスクリワードの、リスクよりリワードの方が大きく設定できるっていうのが一つ、うんうん、で、2つ目がそっち方向に行く勝率が低い方をあえてチョイスしてるんですね、うんうん、でブレイクした時の損切りがダーッと注文が続くと一気に走るんだよね、
マーケットが。なので損傷利害が実は成立しやすいんですね。でこれを繰り返しているとブレイクする線とブレイクしない線と騙しの線が普通の人よりかは見分けがつけられるようになります。ってなると締めたもんです。これを年間何度も何度も繰り返すとこれはいけるやつとかこれはいけないやつっていう感覚が養われるので徐々に勝ちトレードが増えてきます。で正直ですね、年間例えば毎月100とか200負けてる人がいたとしても、皆さんがね、1ヶ月のトレード1回負けを減らして1回勝ちを増やしたり2回減らして2回勝ちを増やすだけで意外とトントンだったりプラスになる。なので本当に実はわずかな差なんですよ。野球選手の打率論じゃないんですけれども、あの時にヒットあと1本打っとけば3割乗ってたとか、まあそういうので本当に些細なところを実は調整するだけで意外と年間のマイナスが簡単にプラスになることが多いです。特にもうあと少しで勝てそうみたいな方はもう多分ね感じ取ってるとは思うんですけれども、本当にあと微調整だけでいきなりプラテンしますので、そういった些細なところに気を配りながら日々トレードしていただけると見えなかったものが見えてくるかなと思います。というところで、エントリータイミングは1回トレンドラインを引いて反転するかもしれないにいろんな通貨ペアベットする、これが一番シンプルな答えかなと思います。まあ、その他ブレイクアウトボトムツッコミショートはもうサロン入っていただいて、6ヶ月ぐらい僕の講義聞いてください。ありがとうございます。では続いて、ストップを置く位置は通貨ペアごとに考え方を変えてますか？はい、変えます。なので、はい、ニュージー円が90円台ポンド円が180円台じゃ、2倍の騰落率差があるので2倍ぐらい変えたって全く問題ありませんよね。なのでシンプル計算ですね。では続いて、損切りストップを置くことは必要かどうかっていう質問なんですけど、レバレッジ高めのエントリーの場合は、絶対必要だと思うんですけれども、僕みたいにすごく間引いて間引いてリスク管理というかポジションを分散させて、やる気&勝手ぐらい低いレバレッジでやる場合は別に置かなくてもいいかなと思います。概念の問題で、証拠金維持率とかレバレッジでストップを管理してる、これも立派な資金管理術なので僕は一概には言えません。あとそして増えれば勝ちなので、なのでまあほとんどの人はね、損切り置いてストップ置いてとか利益確定置いてなんか絶対置かなきゃいけないみたいなことを言う人が大半ですけれど、僕は全然そっち派じゃないです。難品はダメですよ。ダメですけれども、ゾーンで押し目買い、ゾーンで戻り売り2、3発打つのはありです。でもそれ以上はやらない。でもそれ以上だと絶対無計画なんで、4手先まで読んでエントリーするやついないよね。半手ぐらいなら分かるよね。こういって N ハードを描いてこうした時こことこことここで売ろうみたいなのはイメージできるかもしれないけど、その先のウェーブ描いてじゃあ4発目はここで5発目はここでってどんだけ、それはかなり無計画なので、まあせいぜい 2,3 ポジションパンパンパンとゾーンで打ち込んだらあとは放置で、それがダメだったら損切り置くでもいいと思います。この置いてない時っていうのは一応この辺で損切りしようっていう、もちろん目安はある。ただレバレッジ1倍でポジション持ってたとしても、じゃあ300ピップマイナス方向に走ったって 3% しか減らないよね。でそれが致命打になるかって言ったら、そうじゃないですよね。なのでそういう管理の仕方はありでしょう。じゃあ 0.5 倍だったら600ピップ逆走してようやく 3% しか減らないから置く必要ありますみたいな。なるほど。ちょっとめんどくさい時は置かない時はあるけど、なので損切りを真面目に置きまくって永遠に負けてるって人もいるんで、ロットを低くする条件で外して練習してみるのはありです。僕も何度かやりました。意外とストレスたまらないです。全然ありだと思いますんでやってみてください。はい、ありがとうございます。そして最後にですね、失敗した損切り例をちょっと教えていただきたいなと思ってます。書いた通り僕が強制ロスカット経験ほぼないんで、レバレッジが低いからゆえってことですかね。これは、かな。持ってたビットコインがねめちゃくちゃ減って1億以上損したことあるけど、でも持ってただけなんでね。それ現物でですか？もちろん、それぐらいしかないですね。
1億どころじゃないんだけど、うんうんうん、はい。まあ、FX はどっちかというと単利で回すのが僕的にはいいかなと思います。単利で回してある時に資金をドンと増やしてまた単利で回す、単利と複利をうまく運用してください。やはり皆さん、あの FX だけで勝ちたいなのか、お金が欲しいのか、資産を増やしたい、どっちって言ったらやっぱ資産を増やしたいだよね。それの手段として FX は非常にトレード技術が上がり、そして世界経済を一番学べるのは為替だと思いますんで、これはやめちゃいけないアイテムの一つ、それに株とかビットコインとかやっていただければいいかなと思いますね。僕もひろしさんも小山もっちもみんな違う、 FX だけじゃないもんね、株やってるし、うん、ビットコインやってるし、まあ、小山くんは株多いし、まあ、ひろしさんも株多いか、僕はビットコインとか寄りだし、まあ、なのでですね、とにかく資産を築く上では FX の知識が最重要、これはね間違いないと思います。最重要で、一番レベル高いです。ファンダメンタルズとか議論し合うと FX トレーダーが一番高いと思います、うんうん、でその技術というかリテラシーを得て株トレードしたりビットコイントレードもしてうまく資産形成していただければと思います。まあ失敗した損切りレーっていうか、まあ勝率そもそも低いんで失敗ばっかしてますよ、うん、なので失敗が多すぎて言えないっていうのもあります。なんかこういう損切りは気をつけた方がいいとかってあります？こういう損切りの仕方はちょっとあまり良くないとか。やべえってなったら損切り引っかかる前に切っちゃうかな、追い込まれたら。まああとは休むも相場だと思います。難しい相場はどんだけ考えても勝てません。なので僕は悪くないと思って自分勝手に都合よく考えるのもポジティブシンキングでございます、はい、メンタル管理の一つとしても重要だと思うのであの、あまり追い込まずね、あの俺が悪いんだ私が悪いんだは絶対ダメです。めっちゃポジティブにいきましょう。私は悪くない、相場が悪い、これぐらいの気持ちでいいと思います。切り替えが大事って、ね、切り替え大事、そしてマーケット見ないのも大事です、はいはい、ありがとうございます、はい、ということで今回は資金管理術スキャルパーのひろしさんとデイトレードの小山さんとスイングトレーダーのヒロピーさんにお伺いしました、はい、ぜひそれぞれの資金管理術をご覧になって、うん、やっぱりこのトレード自分が向いてるかもしれないなとか、うん、まあ、自分のトレードと同じ方のトレード資金管理術見て、うん、ちょっと直したいところとか改善できるポイントがあればぜひ参考にしていただければなというふうに思います、うん、はい、多分3人とも、もう全然違うこと言ってると思うんですけれども、はい、どれも正しいしどれも間違ってるかもしれない。そしてそれって本当人それぞれ、はい、僕の真似をして勝てる人と、うん、小山君の真似をして勝てる人と、うん、広瀬さんの真似して勝てる人全員違うんだよね、うんうん、でこれだけはちょっとやめた方がいいのは3つやるとか2つやる、投流めっちゃむずいです。あの頭の切り替えすっごい難しいんで、なかなかできないです。確かに、あの1個に絞ってください、できたら、はい、そうですね、うん、バカラ村さんぐらいだね、全部できるなのでそこは今後しないように。そうですね、はい、挑戦するのはいいんですけどね、はいはい、ありがとうございます。以上トレードスタイル別資金管理術スキャルデイスイングの3パターンをお届けしました。この動画が良いと思った方はグッドボタン、グッドボタンを。毎週金曜日に相場展望ライブを行っておりますのでぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。